ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。ということで到着だね。はい、到着しました。見てこれ、うわー、ガンガゼ。ガンガゼがめっちゃ余ったから、はい、今日はこれを巻き絵にする。はい、でこんなにしてポイントに、はい、ってことですね。はい、で次にこう刺してかけて落とす、はい、危ないのでよし、こんなんだね。新品のリールで投げていくと。わあ、いいですね。カウンター付き。使い心地はどうですかね。どうでしょうか。ね、初です。初です。もうちょっと、うん、お、いいですね。11、12。お、水深まあまあある。お、意外とありますね。あ、あるある、全然ある、全然ある。すごい。16m。まあ、ちょっと様子見ですね、はい、全くポイントが分からないので、はい、ひとまずじゃあこちらで様子を見たいと思います。分かりました。14 14、はい、よし、かなちゃんもやっていこう。はい、やりましょう。まるちゃんも、うん、はい、よし、かなちゃんもまるちゃんもやっていこう、はい、で栗林さんは青物お願いしますお願いしますさあ、かなちゃん、はい、もう石台に目覚めた少女ですからね。はい、はい、買っちゃいました。買っちゃったからね。ピトン買っちゃったから。買っちゃいました。はい、やっとこう。ヤッコ先生、はい、どうしましょうか。オッケー、やろうか、じゃあ俺が。よし、俺がやろう。マイナス初なんですよね。うん、了解。そう。ここ穴が開いてるんで、はい、穴を使わせてもらって、あ、これでいこう。あ、この穴ですね。この穴使わせてもらって、はい。あ、もう結構規定できるから。おお、もう打つだけですか、これは。打つだけ。もう触ってみ。すごい。でしょ。はい。硬い。ちゃんと鉛が噛んでるから、ここに。はい。まあ、傷をつけにくいと。うんうんうん。まあ、あんまりね、ガン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 割るのは良くないけど。はい。まあ、なるべく既存の穴を使ってね。うん。やっていきましょう。こんなんやね。で、これで知ってロープつければ大丈夫やと思うから。わ、はい、かりました。これこうなるのは普通ですか。こうなるの普通。これでいいよ。はい。これで。竿の重さでね。あ、わかりました。でここだけハサミでちょっと切って、はい、むき出しにして、はい、ありがとうございます。はいよ、はい、さあブスッと刺して、おで、お、出てきた。お、いい感じ。ここにこれをこう。あ、そう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 、そう、はい、でストップ、こう思いっきり、お、おわそう、そんな感じ、そんな感じ。で、この裏はこうでいいですか。問題は、ね、問題はガンガゼより寝るよ。ヒョウ柄の。ヒョウ柄ね。こんな大丈夫ですかね。オッケーです。はい、ありがとうございます。と、さあ、マリちゃん行くんだ。はい、一投目。よいしょ。いや、すごい、見て、脇ぐれ。それ、すげえ、全部グレー。これ肉眼だと魚が見えるぐらいです。じゃあ見て。はい。これ。え？がっつり枯れてるでしょ。うわ。師匠に聞いたら、はい、石鯛はこいつ食うんだって。これ。あ、そうですよね。でこれが残っとるってことは、はい、石鯛以外の魚がおるらしい。ああ、なるほど。いやー、厳しいですぞ。ねえ。状況は打って変わって悪いですよ。なんか想像と違いましたね。うん、もうちょっとね、バクバク食うかなと思ったけど、うんうん、これは後藤と比べちゃいかんかったね。あそこは後藤やった。そうですね。どのちゃんは鳥当たってますね。あ、当たってるね。おお、当たってる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 。ここウツボはいるんですか。あ、当然いると思うよ。ボウツもいるし、何でもいると思う。うん、でもさ、あれがグニャーって曲がったらもうめっちゃ興奮するよね。やばいです、やばいね。水面までバーンって行きたいね。うん、おっと、これは餌取りの可能性高いな。あ、二人仲
くなりましたね。うん、引き続き、はい、検討しながら目視します。はい、入ってる入ってる入ってる、まるちゃん入ってるよ入ってるよ、来た来た、まるちゃん来た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 、よしよしよし、いいね、一気に入ったな、走った、おお、ああ逃げちゃった、残念、しょうがないね、あー、はい、終わりか、あー、まるちゃん今の心境、今の表情ください、リアルな表情ください、いや、もうもっと悔しがっていいんだよ、マジで悔しい、だよね、よしよし、可能性出てきた、やろうやろう、すげえ、やべえ、また来た、まるちゃん狙いどこいいな、また来た、今回は合わせ大丈夫なはず、ほんとめっちゃ合わせた、いいね、頑張ってくれ、まるちゃん今行くぞ、おお、さあどうか、さあどうだどうだ、おお、やつ来た、やつはい、やつ入ります、やつ入ります、はい、やつです、はい、定番のやつです、あ、もう、もう、かなちゃん自分もスイッチ入っとるわめっちゃ負けず嫌い、おー、おいと、いいですね、同じ色です、色いいね、さあやったー、やりましたよー、もう青舞台とかでいいんじゃないしょ、いいでしょ、じゃあちょっと写真だけ、写真撮ろうか、すごかったな、今すごかった、強烈に拾った、はい、おー、まだいる、まだいる、まだいる、まだまだ、まだ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 、それ結構なんかいい、いい魚じゃない、入ってってない、もっとグーンですね、もっとグーンって3まで水面まで入ったら、はい、ね、ちょっと約待ってた方がいいんじゃないですか、あ、待った、この当たりのある、お、いた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 、やったやった、来た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 、約多分行けま、行けます、よし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 、あ、上がってきた、おー、できた、何、あ、見た見た、あ、わからんよ、わからんよ、まだわからんよ、わからん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 、よし、まだわからんよ、カメラにはまだ映ってない、これは不審体じゃありません、ありません、いやでもね、タナちゃんやったね、ほら、またか、おお、いいとこかってる、うわ、顔一枚、うわー、すごい、こう1枚、こう1枚だ、こっちの方に、あ、人出して、はい、ごめんね、やりましたー、やりましたやりましたね、またもや、イラ、またイラ、ちょっと顔色がいい、顔色がいい、イライラしてない、イライラしてない大丈夫、元気な、うわ、これもまたちょっと柔らかいね、これでもまたアングラーズに投稿すると、はい、ショッカー一緒じゃないですか、あ、確かに、表情、表情変えておいた方がいいんじゃない、表情表情変えた方がいいと思います、あ、自分の顔と、はい、自分の、はい、やっぱこう、前回笑ったんで、はい、今回怒ったカナーで、イライラしたカナーで、はい、もうプンプンなカナーをちょっと見せてほしいですね、はい、今、慈愛です、慈愛ですね、ちょっとカメラ回し気味でいこっか、はい、慈愛やしね、そして、めちゃくちゃ暑い、暑いですよ、長崎さんね、申し訳ないけどね、寒い時寒くて、暑い時めっちゃ暑い1時間で変わるさてさて、なんとなんと、まさかの、すごい、綺麗、綺麗よね、めっちゃ美味しいサイズの、これお刺身にしましょう、今の時期にしたらちょっとね、ちっちゃいけど、まあ、全然でも、めっちゃうまいサイズなんで、これ、書いて刺身ですよ、ありがとうございます、水を入れてるし水を入れてるし、はい、お昼ご飯ですね、はい、はい、今ね、お昼ご飯なので、いそうで、僕はうどん屋さんです、おー、かなちゃんはラーメン屋さんです、おー、いいな、ちょっと僕も後で撮ってくよ、まるちゃんは
おにぎり屋さんです。待ってください。おにぎり屋さん。おにぎり好きですけどね。おにぎりどうぞ。渾身のやつ持ってるんで僕。あ、あるの？はい。持ってきます。持ってる持ってる。何が出るかな。何が出るかな。結構ハードル上げてましたからね。そんなにいいお昼ご飯を持ってるようには見えないんだから。うん、確かに。栗林さんたちはイカを求めて欄干しとんのかな。おお。この岩のどっか向こうのあたりに。向こうの方はあんまり人が入ってなさそうなんで。あ、そうなの。うん。釣れると思います。あ、まるちゃん、あ、まるちゃん来た。まるちゃん来たらタカが飛び始めた。やばいやばい。タカ狙ってるぞ。まるちゃん狙ってる狙ってる。狙ってる。あの人死にそうだって。もうすぐ死にそうだって。美味しそうだ。あの人もうじきだなみたいな。よぼよぼですね。さあ僕の渾身はでーんカレー飯。いまいちゃった。いまいちですね。いまいちゃったね。インド人かいって言ってくださいよ。ああごめんごめんごめん。あーごめんごめん。いや待ってたのに。ごめん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 。しかも、うん、おかわりの塩ご飯です。あーちょうだいこれ。入れるのそう、ここに。ね、ちょうだいちょうだい。増飯、増量。ちょうだいちょうだい。どっちだどっちが行くちょうだい。やだやだやだ。うん、はい、出来上がって、今めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。美味しそう。濃厚なの好きよね。濃厚大好き。わ、ニンニクですね。めっちゃ、あ、めっちゃニンニクだ。うわ、うわ、ほら、だってこれ、さ、タナちゃん臭い？一回一口食ってみ、これ。うわっ、ちょっと匂い返して。うわめっちゃニンニクやん。カエル臭いかも。え、ちょっと食べて。いただきますね。うわー見て太麺。あ、太麺ですね。いいですね、はい、いただきます。うん。でそのニンニク臭い息でうまいって言ってください。うまい。臭っ。いやいや、あのね、多分だけどまるちゃんがいつもニンニク臭いやん。あれより全然爽やか。なるほど。全然いいや。僕はワクチンみたいなやめてください。かなちゃんがニンニク臭くてもいいや。いっぱいふーってしておきますね。全然いいよ。はい、ご飯あと久しぶりにかなちゃんの竿に当たりでございます。来ました。まだ来てないけど。まだ来てないけど、チリチリって、ね、今みんなぼーっとしとったんだよね。目覚まし音が鳴りました。もう全然ならんからどうしようかなと思ったけど。めっちゃでかくないですか。でかっ。おーおーおおおあはは、つまずいただけ。なに、びっくりしたわ今。なんだよ今の。とうとう最後に来たみたいな。おおおおおおお、まるちゃんまるちゃんまるちゃん、入った入った。まるちゃん、まさかの最後に。今日まるちゃん出たな。いや来たやん。おい来た来た。え、な、入れていいよそこに。あ、来た来た。まるちゃん、いや今、うん、本当に片付けようとしたんですよ、うん、で片付けようとして、うん、まあ竿置いてあるじゃないですか。で竿を持とうとした時になんかクイクイってなったんですよ。あれと思いながら、うん、糸がふわーってなっちゃったので、うん、ちょっと糸こうやって巻いて、うん、ピーンってしたら、うん、もうコココココーンって。実はまるちゃんのヒットシーン捉えてます。マジですか、うん、ビビった今。よかったやん。でも最後にさ釣れたやん。急にもうこんな綺麗なのがめっちゃ油断してた今。かわいいやん。おーい、かわいいな。釣られたな。でも今日は帰れるぞ。はい、終わりました。はい、帰ってきましたね。お疲れ様でした。はい、もう、まあ、苦戦中の苦戦でしたけど、はい、まあ、でもなんとか釣りは楽しめました。で、本命はお預け。お預け、お預けです、はい、イカは釣りましたけどね。うん、まあでも青いのが本命なんじゃない。やっぱ釣れれば楽しいですからね。楽しいよね。はい、なんか来月から青ブダイチャンネルになんか名前変えるっていう。青ブダイアワーズ。今回は長崎の野母崎地区から出てる放流丸さんで
三瀬の、竜神という磯で一台をやってみたでございました。おお、あれ竜神って言うんですね。竜神って言うんです。なるほど、名称って言われてるんですね。そうです、そうです、そうです。すごい、すごいところなんですね、はい、っていう、なんか竜さんが陣取ってたから竜神らしいです。あ、それは、ね、あ、本当ですか、らしいです。僕の動画のコメントにそれ書いてありました。あ、そうなんですね、はい、はい、信じるか信じないかはあなた次第。すみません、いらない、すみません、いらない。ということで、本日はですね、アングラーズの方もあのフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、藤木かなちゃんのチャンネルもお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、コメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も教えてください。ベルマークもお願いします。言わないの、おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。言う言う。